日経平均先物には投資されますか？されてる場合、ポートフォリオ何パーセントぐらいですか？基本日経平均、まあ、ケースバイケースですけど、最近は日経平均先物はすごい短期でしか投資しないんで、なので、ポートフォリオ何パーとかはあんまり考えてもないですけど、本当短期で次の日とかに売ったりするんで、その時だけはかけたりするんで楽ですね。リアルタイムでトレードかけたりするので。普段株だとやっぱり動いちゃったりするんですけど、先物ってめちゃめちゃでかいんで、市場が、僕が加工が何しようが関係なかったりするんで、はい。買うときチャートを基準にしてるかですか？チャートというよりなんか価格な気がしますね、僕の場合は。需給ですかね。みんながどう考えてるかとか。日本の株式って朝9時からスタートして、夕方3時に終わるんですけど、先物ってそれ以外の時間も動いてたりするんですね。だから株は動いてないけど、日経平均の株は、日経平均自体は1円も動いてないのに、その裏で先物だけ日経平均の上げ下げがもう明日のこととか予想して動いてたりするんですよ。つまりそれは感情によるところが結構大きい場面があったりするんですね。実際はだって動いてないわけですから、想像だけで動いてる部分が時間があって、なので僕が先物を取引するときはそういう時間帯が多くて、その時の感情を読んで取引することが多いですね。だからあんまり場中見てたら、それで見てたら場中はないんじゃないですかね。今僕ツイッターで先物と取引の時だけ結構リアルタイムで書いたりするんですけど、先物の市場ってめちゃくちゃでかいんですよ。むちゃくちゃでかくて。例えば株で普通の銘柄でじゃあ10億買うとかなったら、すごい株価が動いちゃったり、どうしようこれ。ちょっと待ってください。家で配信してたら確かにね、こういう配達みたいなの来ますよね。どこまで話しましたっけ？そう。場中に先物のことを話したりするんですけど、先物ってめちゃめちゃ市場がでかくて、普通株で10億買うってなったらすごいもう株価が動いちゃったりするんですけど、先物で10億分とかってもう全然動かないんですよ。もう全く。だから僕程度の資金でどれだけ取引しても何の影響も与えないので、めちゃめちゃ書きやすいんですね。なので唯一今リアルタイムで書いても何の影響もなかったりするのが先物なので書けたりするんですけど、まあ、そういうのを見てくれたら分かると思うんですけど、多分場中外というか3時超えてからの方が多い気がします。